トリプラを攻撃するシバの化身トリプランタカ。トリプラアスラとは、インド神話に登場するアスラ族の3人のグループ名である。ターラカークシャ、カマラークシャ、ビデュンマーリンの3人をトリプラアスラと呼ぶ。彼らはタラカースラの子である。この記事ではトリプラアスラ及び神話上の都市、トリプラについて解説する。トリプラとは、3つの町という意味である。 神々がシャンカラにトリプラの破壊を懇願する場面。トリプラとは、アスラ族の建築家マヤアスラの傑作である。一つ目は地上にあって、鉄でできた町。二つ目は空中に浮かぶ銀でできた町。三つ目は、天界にある金でできた町の三構造都市になっている。この、三島は千年後に一つになり、強大な神の矢の一撃で滅びることになっていた。マハーバーラタは、 トリプラの歴史を次のように伝えている。ある時、トリプラアスラが苦行を収めたことをブラフマー神が称賛し、彼らの望みを叶えることとした。トリプラアスラは、三つの町にそれぞれが住んで、全世界を支配すること。千年後には彼らが、一堂に会し町も一つになるが、強大な神が一本の矢の一撃で、自分たちを殺すことを望み、それは実現した。すなわち、 トリプラースラは神々を破って三回を支配したのである。ところがトリプラースラが圧勢を敷いたために世界中の人々が苦しめられた。インドラ神がマルト人軍を率いてトリプラに攻め込んだが滅ぼすことはかなわなかった。神々とブラフマーは三つの町を矢の一撃で、インドチェン内にあるゴープラムの装飾において表現されたシバの化身トリプランタカ。 トリプラを弓矢で攻撃している。神々の願いを聞き入れたシャンカラ人は、神々はマハーデーバのために戦車を作り、さらに、ビシュヌ人、ソーマークニガミを素材とした矢を作った。マハーデーバは、自身の怒りをその矢に込めると、ブラフマーを御者とする戦車で、トリプラに向かった。神々を迎え撃つべく三つの町が一つになった。 ところにマハーデーバが矢を打ち込むと、街もトリプラーすらも豪華に包まれて滅んでいった。この物語は細部が異なるものの他のプラーナ文献でも伝えられている。また、柴神はこの活躍によりトリプランタカの名を得たともされている。マハーバーラタより古い時代にタイティリーやサンヒターに収録された神話では、 芝の役割をその前身であるルドラ神が果たしている。アスラたちが、鉄、銀、金でできた三つの城塞を築き、神々はこれを攻め滅ぼすべく、矢を作った。矢尻は、アグニガミ、穴はソーマ、竿はビシュヌで作られたその矢を、ルドラが放って三つの城塞を破壊した。神話の三つの城塞のモデルとなったのは、アーリア人の敵の民族が築いた砦だとされている。 また、上村勝彦によれば、ヒンドゥー教での最高神である、ルドラやビシュヌが登場し、特に、ルドラが重要な立場であることから、タイティリーやサンヒターでの神話は、ベーダ神話からヒンドゥー教神話に移行しつつある時期に出来上がったと見られるという。そしてヒンドゥー教の時代には、前説のトリプラースラの物語として、内容豊かに語られるようになった。以下は、 翻訳元の英語版記事での参考文献である。ありがとうございます。